はい、こんにちは、シャスカです。今回は哲学入門の第59回になります。ご視聴感謝してます。今回第59回のテーマはフーコー、ミシェル・フーコーになります。ぜひ最後までご視聴ください。まず哲学とは、人間とは何か、人間はどのように生きるべきかを問い答えを求めることと。哲学の語源はフィロソフィア、ソフィアを愛すること、つまり知恵を愛することというのがテーマになっています。哲学者っていうのは絶えず無知を自覚しながら人間としての生き方を探求するものと。で、異質なものへの眼差しということで、1960年代以降構造主義が広まった。構造主義は人間の理性的思考や社会的行動を、それらを根底で方向づけている人間関係や社会の普遍的構造から捉え直した。どちらかといったら一人一人の心の内面というよりは社会の仕組み、枠組み、システムですね、そちらの方に対しての焦点が当たっているのが構造主義になります。で、近代ヨーロッパにおいて主流となっていた人間の主体性を絶対視する考え方や、西洋の理性を基準にして異文化を野蛮視する自民族中心主義を批判したということで、まあ、歴史っていうのはヨーロッパが主役でずっと回っていったところがあるんですけれども、まあ、ギリシャ、スペイン、ポルトガルですね、イギリスという形で回っていったわけですけど、まあ、結局その結果どうなったかっていうと、第一次世界大戦、第二次世界大戦ということで、全世界中で何十万人、何百万人という人が殺し合うという、まあ、悲劇が生まれたわけですよね。そこに対してのその反省っていうのが促されているという感じです。で、今回はミシェル・フーコーという人物ですけど、1926年から1984年ということで、ちょうど日本で言えば昭和時代に生きた人ですね。昭和っていうのが1926年からですから、ちょうど昭和時代に生きた人物ということになります。フランスに生まれ、高等師範学校、大学で哲学心理学を学ぶと。人間は無意識にその時代の支配的な知の構造に支配されて思考されているとしたと。一人一人が心の内面で自分で思考しているというよりは、外の影響を受けて物事を考えているという感じですね。で、フーコーは主体としての人間は近代の発明に過ぎないとして、西洋の人間（理性中心主義）の限界と問題点を明らかにしたということで、人間が本来的にその内側から物事を思考しているというよりも、まあ、与えられた考え方をしているというような感じですね。まあ、主体としての人間っていうのは、まあ、第二次世界大戦の後すぐ流行したサルトルの実存主義とか、そういった感じですけど、まあ、そういった人間っていうのは、発明に過ぎないと、まあ、作られたものだということですよね。で、人間本来、もしくはその自然とか、そういった本来の人間の考え方とはちょっと違うということで、まあ、限界と問題点っていうのを明らかにしたということですね。まあ、前回のレヴィストロースも、その西洋の思考っていうのは、この栽培の思考ということでね、なんかこう作られた野生の思考ではなくて栽培の思考という言い方をしてましたけれども、かなり似たような表現だと思います。で、近代以降、人間の理性を尺度とした文明社会は、病気や狂気、犯罪といった反理性的なものを日常生活から排除してきたと。まあ、異質なものを許さないって感じですよね。みんなが規則正しくやるのがいいみたいな。まあ、後で出てきますけど、まあ、刑務所とか学校とか病院とかですね、軍隊とか、ああいったのはすごく規律正しいのを大事にして、こう、異分子、異分、ですね、はみ出し者っていうのはこう叩きますよね、許さないという感じになるわけですけど、そういうはみ出し者とか異文化の人が実はすごく大事なメッセージを投げている場合があるわけですよね。まあ、例えば軍隊っていうのは、その上官の命令が絶対で、上官の指示通りこうやっていくっていうのが、まあ、いい軍人であったりするわけですけど、結果どうなるかって言ったら、まあ、ナチスのヒトラーの指示命令に従ったドイツとかね、結局その第二次世界大戦を起こし、ユダヤ民族を大量虐殺したりとかですね、もしくは日本で行った時も、結局軍隊っていうのは決してその上官の命令とか言ったのに捨てて逆らえないっていう感じですけれども、結果的に若い青年たちがたくさんですね、神風特攻隊として大空に散っていったというようなことがあったわけです。だから一見そのはみ出しっていうのをこう異常視すると、
かえってその理性の暴走っていうのを止めることができないわけですね。だからその理性中心だとその反理性的なものを排除しすぎじゃないんですかっていうことを言ってるわけです。で、近代合理主義は理性を絶対視し、公権力や近代秩序から逸脱することを見なしてきたが、多様な人間や文化の在り方を近代ヨーロッパの統一的な価値観を基準にして序列化することは理性の思い上がりであり、それが社会の管理下を強めるものであると批判したということで、まあ、これも理性のある人が人間として優れている、もしくは理性的な国が国として優秀であると、ね、で理性的でない人間は下等、もしくは理性の働いてない国は下の国という感じでこう序列化されているわけですけど、こうそこにこう目に見えない無意識のそのピラミッドがですね、管理体制ピラミッドっていうのができてしまっているわけです。で、結果どうなったかって言ったら、さっき言ったんですけど、第一次世界大戦、第二次世界大戦っていうようなことを起こしているわけですよね。だからそういうその管理っていうものがどん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 固まっていくっていうことは決していいことばかりではない。まあ安心安定っていうのを作るっていう面もありますけれども、基本的にやっぱ危ないわけですよね。もうそのピラミッドが完全に出来上がってしまって、上の言うことが絶対ってなった時に、それっていうのは悲劇を起こしたりすることがあるということです。で、監獄の誕生ということで、最小限の監視費用で犯罪者の更生を実現するための装置として考案されたのが刑務所であると。刑務所っていうのは一人一人部屋が与えられてますけれども、みんなこう上の展望台から見える場所、上の展望台からですね、囚人たちが見える形になって、それぞれが管理されてますよね。で、すごいこう最小の刑務官の数でたくさんの囚人たちを管理できるっていうので、一番効率がいい仕組みが刑務所だったわけです。で、これっていうのはベンサムですね、知は力なりって言った、ごめんなさい、ベンサムですね、功利主義のベンサムですね、失礼しました、功利主義のベンサムが、最初に発明した考え方なんですよね。最大多数の最大幸福のベンサムです。で、そのベンサムが、刑務所っていう考え方は、こういう仕組みにすると一番少ない、刑務官の数で一番たくさんの囚人を管理できるということで発明された、考え方だったわけです。で、それが応用されてしまい、近代が生み出した軍隊、監獄、学校、工場、病院ですね、こういったものっていうのは規則を内面化した従順な体を作り出す装置として同一の原理に基づいていることを指摘したということで、例えば学校とかもね、1人の先生が30人35人の子どもたちを効率よく監視するっていう仕組みになってるわけですよね。なので、そういうことで常にこう仕組み化、ピラミッド化、そして管理っていう管理支配っていうのが行われていくわけです。ただ基本的にこの私たちの宇宙の真理として支配管理できるものってないんですよね、実際は。だから支配管理できないものを支配管理しようとすると必ず歪むんですよね、絶対に。だから例えば学校とかっていうので、例えばいじめがもうね、歴史上常になくならないとかっていうのは、支配管理できない子どもたちを支配管理なんとかしようとするから必ず歪みが生じるわけなんですよ。だから基本人っていうのは他人を絶対支配できないし、他人を絶対管理できないわけですね。だから刑務所、軍隊、学校、工場、病院っていうのは、それをなんとかですね、効率よく管理しよう管理しようというふうにこうして一生懸命仕組みを整えていくわけなんですけど、必ず歪みが生じてしまうという感じなんですよね。例えば人間阻害が行われてしまったりとか、何らかの不具合っていうのが絶対にあるということなんです。だから仕組みっていうのも当然私たちっていうのは組織と人とかね、ソフトとハードとか、そういった形でこうシステム構造とソフトと両方で成り立ってるのは事実なんですけれども、でもどれだけシステムを構築してもですね、それは絶対万能足りえない。なぜなら全てのものは支配管理できないからですね。支配管理できないものを何とか効率よく支配管理しようとすると必ず歪みが生じてしまうと。で、歴史的な悲劇っていうのは大抵そういった時から起こってしまっているわけです。で、性の権力ということで、バイオパワーと呼ばれているやつですね。西洋社会で新しい権力管理システムが発展しつつあることをミシェル・フーコーは示したと。抑圧的であるよりもむしろ性、生活や生命を向上させると。ね、さっきのは刑務所とか工場とか病院とか軍隊とはちょっと違うんですね。あれはもう分かりやすいですよね。
仕組みとしてすごくこう目に見える分かりやすい支配管理体制ですけど、もっとこう目に見えない分かりづらい、しかも人を抑圧するっていうよりはむしろ向上することによって作られている管理体制もしくは権力だっていうことなんですね。どういうことかっていうと、例えば住民の性を公衆衛生によって管理統制し、福祉国家という形態をとって出現すると。福祉国家ってなんかいいことなんじゃないのって感じがするんですけど、実はこれっていうのは巨大な権力なんだということです。で、どういうことかっていうと、まあ、例えばですね、動物園に行くとですね、いいと思うんですね。分かりやすいと思うんですよ。動物園っていろんな動物がこうすごい広い敷地の中ですけど、でも管理されてますよね、一言で言うと。で、その動物たちっていうのは確かに野生で生きるよりも身の安全は図られてるわけですよ。で、人間がしっかりこうね、餌とかも管理してくれてるから長生きもしやすいわけですよね。そういう意味では動物たちにとっては動物園っていうのはまあ福祉国家っていうような感じなんですよ。だから一見動物たちはすごくこう居心地のいい環境の中で生きてるわけですけれども、でも見てください。もう毎日毎日同じスペースの中をただこう行ったり来たりうろうろしたりっていうのを動物たちは強いられてるわけですよね。で、あれをものすごくこう焦点を引いてみると、結局福祉国家っていうのはその人間にとっての、まあ、動物園的なところがあるわけですよ。確かに環境はいいわけですよ。居心地もいいわけです。でも同じ範囲内でもうひたすら毎日同じような生活、全て公衆衛生とか福祉国家っていう形で環境が整ってるからですね、人っていうのはまあ頑張る必要もなければ挑戦する必要もないということで、結局その福祉国家という仕組みっていうのは、まあ、ある意味巨大な動物園的なもので、人間っていうのがそういうこの目に見えない性の権力、バイオパワーでこう支配されつつあるというような感じなんですよね。で、フーコーはこの個人の倫理を発展させることによって、このバイオパワー性の権力の具体的な表れである福祉国家に抵抗するように呼びかけたということで、福祉国家で全てがもうきっちりですね整ってしまうと、結局その福祉国家の例えば権力を持っているとか予算を持っている人たちっていうのに、まあ簡単に言ったら目に見えない形で支配されてしまうわけです。で、これを打破する唯一の方法をミシェル・フーコーは何て言ったかって言ったら、個人の倫理ということで言ったんですね。一人一人の生き方、考え方っていうことによって、そこに何らかの居心地の悪さですね、その中にずっと枠組みの中に居続けることに対しての疑問とかっていうのを持つ中で、最初の話に戻りますけど、結局その目に見えないピラミッドから出る異分子になっていかないといけないわけですよね。これなんかおかしいということで、ね、結局私たちっていうのはその、ね、動物園の中の動物になっちゃいけないわけなんですよ。もっと広い世界っていうのが、物理空間にも情報空間にもあるわけだから、それが一人一人の個人の倫理っていうのを発展させることによって、私たちはそのピラミッドの外に自ら出ていく異分子になっていく必要があるというふうに、まあ、個人的な解釈としては思っています。はい、そしてミシェル・フーコーに戻りますけれども、確一性を追求する近代的な知に代わって異質性に着目する分散的な知を求めて知の考古学を提唱したということで、なんで確一性が追求されてたかって言ったら、20世紀までは物の豊かさイコール幸福だったからですよね。だから物の豊かさを追求されるためには確一性というのが追求されていったわけですけど、でも今からは物の時代ではなくて心の時代だから、だから確一性よりも異質性の方が重要なんですよね。知の考古学、つまり知の役割っていうのは絶対的な真理を証明することではなく、それがどのようにして発生し展開してきたかを調べることにあるということで、まあ、その歴史的な過程を調べていくということが重要だということをミシェル・フーコーは言ったわけです。はい、そして哲学っていうのは社会参加と幸福、人生命が互いに幸福であるとはどういうことかを問い直す、ね、新たな思想っていうことで発展していくことになります。いよいよ20世紀後半になっていくわけですけれども、はい、ということで次回第60回はシュバイツアーをやりたいと思います。次回もどうぞお楽しみに。今回の動画がもしあなたの何らかのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。
市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン精神で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です、これを見てください。ほら、67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているのでビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行り出している。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。 YouTube のメリット2、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして満単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。